筋肉片っぽずつやから、うん、こっち休んでやろうっていう休んだろうって思うハックスクワットの中で足がつって立てなくなるっていうのがその日のオールワールドの目安なんですよね。はい、始まりました。今回はね、前回の続きなんですけども、はい、地獄の足トレのこの前はあれでアップルとじゃあ本番はどういうものなんやっていうのを今日は、はい、教えていただいたと思います。はい、まず一種目目にスクワット、あの10回10回島田式、はい、で行って、それからまあレッグエクステンション、はい、伸ばすやつですね。座ってもギュッと伸ばす、はい、ももの前です、前の、はい、でそれを両足でやって、はい、ちなみに島田さんの普段行ってるジムのマシンでと何キロぐらい？60キロですね。なぜ4セット、はい、それからスミスマシンのスクワット、自分は四頭筋狙いでやってるんですけど、はい、実際前ももを狙う時の足ハウフォームとかっていう今スミスがあるの、はい、では次はハイバーで僧筋の上で、ローバーっていうのはこの下で担ぐんですけど、この位置ですね、これはローバーで僧筋の下、肩ランクの下、はい、でこれを上で、上、僧筋の上あたりですね、はい、で足幅は、はい、腰幅と肩幅の間ぐらいですね。こんなにめちゃくちゃ幅広くないですね、はい、この足の位置なんですけど、はい、しゃがんだ時に、はい、股関節の上にバーベルが来るくらいの前後でしゃがんだ時に、はい、このバーベルが、はいはいはい、股関節の上にレールと股関節が一緒の軌道になってます。これまっすぐのスミスじゃないですか。斜めのやつもあるじゃないですか、うん、斜めのやつしかない場合っていうのは、はい、こっちに角度がついてる方に対してお尻を引いていきたいので、斜めのやつこう倒れてるんですよ。このくらいの場合ですね、はい、なので逆向き担ぐ感じです。なるほど、バーベルをこっちにお尻、だからこういうふうに下がっていくんですね、はい、こっちが前で斜めに下がってる軌道に対して斜めに、はい、背中を合わせてるんですね。そうですね、斜めの距離斜めの、はい、はい、そうすると垂直に下がるよりも後ろにバーベルが下がっていくので股関節は引きやすくなってくる、はいはいはい、なので逆に、なるほど、立った方がいいですね。で股関節はレールの上、上でこれあんまりかけるときに足が後ろにありすぎると、はいはいはい、しゃがんだときにすごいお尻引いてしまって前傾になってしまうと、はいはい、そうなると腰がきつくなってくるので、はい、ある程度ちょっとだから気持ちもたれはしないけどもたれる感じぐらいの、はい、で前を意識して で、ね、でお尻から下げていくっていう。回数は、最低8回で多くて12回、まあ、4セット5セットぐらいっていうかな。そこの前に8回倒れたら思うと軽いです。そうですね、減らして8回以上上げていくっていう感じです。これインターバル、インターバルは、ね、結構長いですね。3分くらいは置いてますね。で自分の中ではその8回上がる重さって自分の中では結構重たいところですよね。それで、まあ、心肺機能をまず抑えてあげて、はい、インターバル3分で、はい、そしてある程度疲労を抜いてまた重たいものを持つ、はい、っていうのでインターバルをちょっと長めに取るようにしてます。大体何キロぐらいですか？これ数えてないんですよね。あ、まあ、まずバーの重さが何キロかわからないっていうのと、バーなしでプレートどんな感じですか？20が3枚なので片方で3枚、はい、120 120ぐらいで12回、うん、そうです、プラスバーの重さ、プラスバー、まあ、130ぐらいですかね。そして、はい、次がまたエクステンション。まだエクステンション、もう一回あれ俺聞いたことないな。スクワットエクステンション、スクワットエクステンションで、これが次は片足で、で、これも回数は15回を4セット片方4セット、片方4セットですね、はい、これはまあ重さはまあ半分ぐらい、そうですね、まあ、34キロとか、はい、はい、これはインターバル、これはインターバル、もう片足終わったらそうですね、右終わって左、左終わって右、あ、ほぼほぼインターバルがね、一度止まるぐらいで、そうですね、あ、そうか、筋肉片っぽずつやから、うん、こっち休んでやろうっていう、休んだろって思うんですよ。マジでこれはこの理論がおかしいと思うんですよ。休めてないやろっていう。で、この次はで、これから次ハム、
はい、今前をずっとやっていたので、そうですね、次裏の方ですね。でそれから、まあ、ハムストリングスは、はい、プローンレッグカールといって、うつ伏せで寝て、はいはいはい、で上げていくっていう、僕たちがやったあのダンベルレッグカールみたいな感じのマシンバージョン、はい、これは両足で、これは両足でやります。これ何キロぐらい、一番下にとりあえず刺してるんですか。あ、なるほど、とりあえず一番下にしたキロは分かんないですよ、何キロか。なるほど、はい、回数はこれは、回数は多分12回これって、その回数の基準なんですけど、はい、とりあえず種目自体の強度が弱、中、強、弱が14回でみたいな、中が12回みたいな感覚ですか。あ、これは関節の動く場所によって決めます、はいはい、例えばスクワットとかだと、はい、股関節が曲がって、膝が曲がって、足首の関節が曲がって、はい、で3つ関節が動くんですよね。はい、ってなると、受ける関節も多くなるので、はい、まあ、重りが持てる。で、重りが持てるので、まあ、はい、最初スクワットは軽いんですけど、はい、スミスはなるべく自分の中で辛い重さ、重たいと感じる重さを扱いたいので、まあ、それが8回と、はい。レッグエクステンションとかレッグカールって、この膝しか動かないんですよね。でそうなると当然動く筋肉も限られてくる、はい、この大腿四頭筋だけとかハムストリングスだけ、はい、ってなるとここで8回しか上がらない重さになると、はい、結構無理やり上げてしまうんですね。何が何でも上げてしまうんだよ、はい、ってなると自分の感覚ではうまく筋肉に刺激が乗ってない。なるほど。ある程度重さを下げて回数を上げていって、はい、でイメージ的にはここたくさん動かして血液を多く流してあげて、はい、パンプバックを狙うみたいな感じで使い分けてます。そのトレーニングを行う目的が重りを上げることじゃなくて、この対象的に最大に血流を回してあげるっていう狙いなので、まあ、回数は12回くらいが必要かなっていうんです。で次が、ワンレッグのマシーンの名前は、はい、ハムフレクサーっていうマシーンです。ハムフレクサー、はい、なんか美味しそうですねで、これが動きとして、はい、体を立てた状態でこのカールするっていう動作なんですけど、はいはい、で先ほどの、プロレッグカールはうつ伏せで寝て動くので、はいはい、まあ、この膝関節しか動かないんですよね。はい、ハムフレクサーっていうのは上体を起こして行うので、はいはい、この大腿骨から上に上げていくような、はいはい、で収縮かけるとこのハムスリングの上の方まで刺激が入るので、なるほど、お尻 と境目、そうですね、裏ももの足の付け根まで刺激が入るので、はいはい、そこを片足でやるようにしてますね。でこれ回数が15回で、重りがちょっと分かんないですね重りが15回できるだけが重さで、そうですね、これもインターバルが右やって、でパッドを左に付け替えて、そこまた左やって付け替えてっていうくらいの時間なので、その差30秒です。40秒ぐらいですかね。で、それで足トレ、あ、いやいや、卵なんで、あれ丸かもなって。で、これから、はい、ブルガリアスタート。うわ6種目やった後にブルガリアスタート。ダンベルを持って、まあ、30キロ予定に持って、はい、30? それを、回数は 10回、はい、を、3セット。で、これはインターバルはちょっと長く取ります。で、まあ、右足10回やったら2分くらい休んで、それから左足ブルガリアンを3セット行って、その後にまたレッグカールに戻るんですけど、帰ってきたのレッグカール。これ、ま、ちょっと待って、明日から終われへんの4時間ですからね、競技の男ですね、本当に。で最初寝込んで、寝込んで、はい、で最初のカールは、まあ、スタンス足幅腰幅でやっていて、はい、まあ、狙うポジションは大体二頭筋の担当っていうところ、裏もの外側の筋肉なんですけど、はいはい、2回目のレッグカールは内ですね。内を狙って裏のさらに外と内で分けてるんです。そうですね、こういかに分離してるかって筋肉をセパレートって言うんですけど、アプロの重さ60いかないぐらいですかね、54キロとかで、で回数は12回、うん、で内側を狙うっていうのは言うてると足幅を、はい、足幅狭くしてると思います。狭くすると内により入りやすい。で次に、ルーマニアンデッドリフトって言って、まあ、普通のデッドリフトよりも股関節を、屈曲化させてお尻を引いてダンベル持ってるんですが、ダンベルを前に押していくっていう。でこのお尻とハムストリングスを伸ばしてストレッチかけていく。で重量はあのダンベル60キロのダンベルで15回。60キロのダンベルはまずないでしょ皆さん普通のジムに僕は知ってます、ないですよで、あの届いてるのは短いんですよ。
下まで下ろして、はい、投げるポジションはもう上体が45度まで下が上がったらまた下げて、でこう45度から上に行くとこの背中の脊柱起立筋で上がってしまうんで、ハマから刺激に逃げちゃうんですよね。なるほど。なのでずっとテンションかけて抜かないポジションで反復を行う。個人の質問だけど、はい、スティッフで、あ、うん、スティッフと何が違う、はい、スティッフは膝を伸ばしてる状態で下がっていくんですよね。あ、はいはいはい。で結構ハムだけに伸びるんですけど、はい、ルーマニアの場合は膝を緩めて、はい、お尻から後ろに引いていくんで、はい、お尻も伸びてくれる。なるほど。っていうところで、まあ、ボディービルでいうその裏ももからお尻にかけてのラインを、ラインをのストレッチ種目。はい、なるほど。マニアの人結構ね、その何が違うのかっていうのがあると思うので、で終わり。で最後に、で最後ないか、まあ、足は大体部は最後ですね。はい、にハックスクワット。これは何キロで何セットで、そう、これもマシンの土台が何キロか分かんないんですけど、プレートだけで20キロプレート3枚3枚と10キロ1枚1枚、140プレートだけやってるんです。回数は10回です。これも3か4なんですけど、なんか自分の中のトレーニング終わる最後のもう追い込みがハックスクワットの中で足がつって立てなくなるっていうのがその日のオールアウトの目安なんです。3セットと言われたんじゃなくて、これは動けなくなるまでやります。そうそう、10回で、それが終わって最後にふくらはぎ、カーフをやるんですけど、カーフはスタンディングカーフレーズっていうので、はいはいはい、ここにパッドがあってパッドを乗せて、こうつま先を背伸びしてトレーニングするっていう、18キロで25回3セットかな、3セット、はい。なんで18っていう、自分は軽いのしか使わない理由が、はい、背伸びした時にこれ重くなると、はい、この背伸びがしっかりかかとが浮かせれないんですよね。他の関節がたわんでしまって、はい、ふくらはぎに収縮をかけきる前に他の関節で受けちゃうんですね。そうですね。なるほど。で筋肉が使えないので、もう軽いので、なんか2段階で1、2って上がるって意味です。1、2。あ、はいはい。これが25回狙いたいので、まあ15回目ぐらいでだんだんつま先が、かかとが上がらなくなってきて、で筋肉が収縮しないってことが起きてくるのでも、あえて軽いもので、以上の足取りです。ちょっと足取り、話聞くだけで胸焼けしてたんだ。この足になるためにはそれだけのことをしないといけない。なんかちょっと安心しましたね。どっか僕心の中でも才能やろみたいな遺伝子だからやってる。でも足トレのまとめなんですけども、まあ、そのアップとして10回10セットでまず足の感触を良くする。で、その良くなった状態でレッグエクステンション、前の方、はい、レッグエクステンションとかいろんなスミスのスカートとか使ってまず前を攻める、はい、でその後に後ろをいろんなこうマシンを使って攻めて、最後にハックスクワットで潰れるまで行ったっけになる。でその後にしかもさらにデザートとして帰ってこれなくなってから、ふくらはぎしか使えない状態でふくらはぎのやつをやる、はい、これがでも苦手とされる感じですね。そうですね。だからまあ、時間が長くなってしまうという、僕のこれは感想なんですけど、選手の方が苦手と思ってる部位こそ真似る意味があるというか、学ぶ意味がある。得意なところってもう何しても発達するから、そこまで追求してないと思うんですよ。でも苦手な部位の一流選手のっていうのを試行錯誤してこれでこれ作ってるってところなんで、かなり参考になると思います。ぜひ真似できるものならやってみ。ありがとうございました。ありがとうございました。次は背中ですね、はい、じゃあお会いしましょう。さよなら。